どうも、平井先生。どうも、カイヌスです。今日なんですけども、はい、なんか海外で発売されて、まだ日本で未発表の分を、はい、ゴッテもされたんですか？そうなんですよね。はい。まあ、はい、何買われたか後でね、またそうなんですよ、説明するとして。はい。で、その他リーグ情報がいくつかあるんですかね。そうですね。はい。3月25日発売予定の、はい、エアジョーダン1の OG のトラビス・スコットのコラボのオリーブなんですけど。めっちゃ気になってますね。はい、ちょっとね、悲しいお知らせが来てるんで。悲しいお知らせですか？そうなんですよ。はい。それをお伝えしたいのと、うん、あと、ナイキターミネーターのローでちょっと変わったモデルが出るみたいなんで、うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ。それちょっとねご紹介させてもらいたいんですよ。はいはい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みれない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタの方もやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。はい、昨日のね、はい、動画すごい皆さんコメントいただきました。本当にありがとうございます。いろいろね、もうご心配をおかけしたと。そうなんですよ、ね。で、まあ改めてね、はい、まあ今日から引き続き、そうなんですよ、ね。頑張っていきたいなと。今日は休めないなっていう意味になりました。そうですね。コメント見られてましたね。そうですね。はい。はい、そうなんですよ。じゃあ早速行きましょうかね。そうですね。今日、2月の3日なんですけども、はい、まあ節分ということで、はい、ナイキダンクローンの節分がね、発売されたんですよね。そうですね、はい。はい。こちらに関しては、少し前なんですけど、うん、僕らが調子悪い時に、うん、スニーカーズの方で、お昼の12時ぐらいなんですけど、うん、スニーカーズカメラを使ってある対象物をこうかざすとね、うん、アンロックできて、このね節分が買えるっていうのが来てたんですけど。あ、そうなんですか。はい、僕らもうまさに体調が悪い時だったので。あ、そうですね、はい、やってないんですよね、うん。はい、でそんな2月3日本日発売予定のナイキダンクの節分なんですけど、うん、僕ねこれね今日チャレンジしてあったんですよ、ね。あ、そうなんですか。一足をもう買ってしまってるんで、うん、これに関してはもうやめたんですよね。あ、もうお金使っちゃったそうなんですよ。いうことなんですね。はい、はい、まあ今日ね、いろんな方、多分チャレンジね、されてると思うんですけども、はい、今回無事に5点もできた方、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。続いてなんですけど、2月の11日に、エアジョーダン4の SE クラフト、はい、フォトンダストの方が発売来てるんですよ、ね。そうなんですよね。これ日本のスニーカーズの方でも発売来てまして、うん、海外の方でも発売来てるんですよね。これなんかストック数情報も出てきてるんですか？はい、このエアジョーダン4のクラフトなんですけど、うん、まあ、以前からねクラフトシリーズっていうのは一部性能性が使われているようなモデルがいくつか出てさせてもらってたんですけど、うん、まあ、このエアジョーダン4もそうなんですよね。ああ、でこちらに関してストック数はできてるんですけど、だいたい35万足ってできてるんですよね。あ、そう、かなり多いと思うんですけど。かなり多いですね。エアジョーダン4に関して、以前からさせてもらってるんですけど、うん、だいたい10万足から20万足ぐらい使われるっていうのはさせてもらってたんですけど、はいはいはい、このエアジョーダン4のクラフトに関してはちっちゃくコメントの方で、数字は書いてるんですけど、だいたい30万足から40万足っていうふうに書いてますね。ああ、なるほど。で、アイアトっておそらく35万足っていうふうにしてると思うんですけど、うん、はい、かなり多いなと思いましたね。そうですよね。はい。ああ、日本及び海外の方でも発売されてるんですけど、このエアジョーダン4のクラフトに関してはまだどうするか決めてないですね。ああ、そうですね。そうなんですよ。結構ね、エアジョーダン4って意外と値段するんでね。ああ、そうなんですよね。はい。はい。で、まあ、後から値段があることもあるんで、うん、まあ、定価で発売された時に、まあ、チャレンジするのがいいと思うんですけど、そうですね。まあ、これに関してはちょっとね、エアジョーダン4のサイドの部分のメッシュとかのデザインが、ちょっと変わってるんですよね、これね。あ、そうですね。はい。片押しの性能素材とかになっているようなものなんですけど、まあ、これに関してはまだちょっと考えようかなと思ってるんですけど、はい、はい。で、続いてなんですけども、2月の14日にバレンタインということで、はい、ナイキエアモアアップテンポの、はい、バレンタインデイズ、こちらが発売してるんですよね。あ、そうなんですよ。これ日本のスニーカーズの方に、2月の14日に、モアアップテンポと、あともう一つね、この同じシリーズで、バレンタインデーパックとして、エアトレーナーワンも来てるんですよ、ね。ああ、そうなんですか。はい。ちゃんとね、2月の14日のバレンタインデーに、これ日本のスニーカーズ合わせてきてるんですけど。なるほど。ただね、これ海外だったら、2月の14日じゃなくて、2月の7日で来てるんですよ、ね。あ、そうなんですね。はい。で、そういった中、ちょっとね、先月の話になるんですけど、同じくこのバレンタインデーパックとして、ナイキダンクローのバレンタインデーで紹介しましたよね。ありましたね。はい。こちらに関しては、US のスニーカーズの方で、突如ゲリアドップされたんですよ。あ、そうなんですね。こういった形で発売されて、うん、US のスニーカーズの方では2月の7日発売予定になっているんですけど、うん、先月突如ドロップされて、発売されたストック数っていうのが約4万足やったんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。で、これに
関しては2月の7日に US のスニーカーズの方で、まあ、一般リリースがあるんですけど、日本のね、スニーカーズの方では2月の14日にコーダンクローまだ来てないんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。はい、まあ、この中でやったらこれが一番欲しいですけども、ね。ああ、そうなんですよね。うん、はい、まあ、エアトレーナー1であったりとか、ワープテンプは来てるんですけど、ダンクはまだ来てない中、海外の方ではちょっとゲリラドロップで先に発売されたっていう話なんですけどね。はい。はい、で、モアテンといえばね、はい、あ、そうなんですよね、はい、これですよね、持ってらっしゃる方の投稿がね、結構ちらほら最近増えてきてまして、はい、このモアップテンポの、まあ、スライドといいますか、サンダルなんですけど、うん、ブラックのね、僕このカラーが欲しいなと思ってまして、去年からずっと紹介されてもらってるんですけど、まだ発売の時期ってのは出てきてないんですよね、うん、そうなんですよね、はい、まあ、サンダルということなんで、海外のスニーカー系サイトが書いてたんですけど、まあ、おそらく春夏の間に発売されるんじゃないかっていうふうに書いてましたね。まあ、そのぐらいの時期がいいですよね、はい、はい、100ドルしなかったと思うんで、まあ、日本で発売されてもおそらく1万円アンダーなのかなとちょっと思ったりするんですけど、はい、このサンダルに関してはちょっとね、発売されたら狙おうかなと思ってるんですけどね、はい、はい、で続いてなんですけど、2月の17日ですね、はい、エアジョーダン1ハイオージーの、これウィメンズになっちゃうんですけども、ね、はい、リバースレインですね、ですね、はい、こちらの方が日本のスニーカーズの方でまだ来てまして、はい、ウィメンズなんですよね。以前発売されたエアジョーダン1の、まあ、レイニーのカラーを、まあ、判定しているようなモデルになるんですけど、はい、ちなみにレイニーっていうのは、マイケル・ジョーダンの卒業した高校の名前がレイニー高校っていうんですけど、はい、まあ、そこの高校のね、まあ、スポーツチームのカラーじゃないですけど、うん、まあ、それを仕込んでるモデルのリバースバージョンとしてウィメンズで発売してるんですよね、これ。はい、はい、で続いてなんですけど、ナイキダンクローのブルースウェードですね。そうなんですか、はい、こちらの方が持ってらっしゃる方の製品ショットということで、海外のスニーカー系サイトで紹介されたんですけど、うん、まずこれメンズなんですよね。あ、そうですね、はい、発売の時期っていうのはまだ出てきてないんですけど、スウェードの素材と一部、スムースレザーで構成されているロイヤルブルーとベージュのカラーと、このスッシュの部分とタンタグの部分のカラーっていうのはブラックに見えるんですけど、うん、これ海外のスニーカー系サイトで説明があったんですけど、オブシーアンっていうのに書いてましたね。あ、濃いブルーみたいな感じ、紺みたいな感じなんですね。はい。で、この短冊の部分のナイキって書いてる部分が、まあ、レザーの素材になってまして、うん、まあ、同じ素材で、スーシの部分もスレザーになってるんですけど、うん、はい。で、それ以外の部分は、このロイヤルブルーであったりとか、ボックスとサイドパネルの部分のベージュの部分っていうのは、これ、ステージの素材なんですよね。はい。ソールもちょっと見てもらいたいんですけど、うん、インソールがこれ、タンブレザーなんですよね。変わってますね。そうなんですよ。うん、はい。こういったブルースレードと言われる、まあ、ピンクスレードであったりとか、過去にナイキダンクローで紹介されてもらったシリーズの、まあ、最新作として、海外のスニーカー系サイトで紹介されてました。まあ、このカラーリングね、結構いいなと思うんですけどね。はい。うん、はい、で続いてなんですけども、ナイキダンクロー、こちらウィメンズになるんですけども、はい、ゴールドスウェードですね、はい、ああ、これウィメンズで先ほど紹介されてもらったブルースウェードと同じ作りなんですよね、はい、はい、あのスウェードの素材が使われてまして、スウッシュの部分とタンタムの部分っていうのはスムースレザーになってるんですよね、はい、はい、でカラーの方が、まあ、ほぼほぼベージュのカラーで構成されているようなナイキダンクローでウィメンズになるんですけど、はい、でインソールの部分もちょっと分かりにくいと思うんですけど、ブルーレザーが使われてるんですよ、ね、なるほど、はい、こちらの方が先ほど紹介されてもらったブルースレードとともに海外のスニーカー系サイトで紹介されてたので、発売の時期が同じ頃になるんじゃないかと思われるんですけど、月に発売されるっていうようなことはまだ書いてなかったんです。まあ春としかね、情報出てきてないですよね。そうなんですね。はい。で、続いてなんですけど、ナイキダンクロー、こちらもウィメンズになっちゃうんですけども、はい、プラムエクリプスですね。そうなんですよね。はい。こちらはまたウィメンズで、ブラウンのカラーとベージュのカラーで構成されているナイキダンクローになるんですけど、はい、アッパーの部分のブラウンのレザーのカラーと、スウッシュの部分のブラウンのレザーのカラーがちょっと若干違うんですよね。あ、そうですね。はい。ボタンがあるような感じじゃないんですけど、で、先ほど紹介してもらったフェードシリーズとは別で、このナイキダンクローに関しては、短冊の部分のナイキって書いてる部分が、まあ、ないようになってるんですよね。これね、そうです。レザーにはなってないんですけど。うん、面白いのがやっぱりアウトソールがブラウンのカラーのこれクリアソールになってるんです。そうなんですよね、はい、まだこういったナイキダンクローでウィメンズのモデルが、まあ、この春中に発売されるんじゃないかというので紹介されてました。これね、いいカラーだなと思うんですけど、はい、秋に出してほしい感じだったら。あ、そうですよね。カラー的にはそんな感じですよね。そうですよね。はい、はい、で続いてなんですけど、ナイキダンクローのウィメンズでピンクペイズリーですね、はい、はい、こちらの方で2月の7日に一応日本の発売状が来てるんですよね。そうなんですよね、はい、今見てもらってるのはナイキが入れる公式写真になるんですけど、うん、以前発売されたペイズリーシリーズのナイキダンクローで、まあ、シラキュースでやったりとか発売されてるんですよね、はい、はい、で同じくこれもウィメンズになりまして、カラーの方がホワイトとピンクのカラーで構成されてるナイキダンクローのペイズリーになるんですけど、スムースレザーが使われてるんですけど、以前発売されたペイズリーシリーズ同様ですね、スウッシュの部分がこれキャンバス素材なんですよね。はい、はい、まあ本当に春らしい一足ですけどね。そうですね、はい、まああの淡いねピンクということで、まあウィメンズでもあり、まあ春にね合いそうな感じですよね。そうなんですよね、
はい、これは2月の7日に発売ということで出てきてました。はい、はい、で続いてなんですけど、ナイキダンクハイのナイキクラシックですね。あ、そうなんですか。はいはい、こちらの方を持ってらっしゃる方の製品ショットということで海外のスニーカー系サイトに紹介されたんですけど、うん、発売の方が今年2023年ということで紹介されてまして、はい、これってね、ヒップホップ生誕50周年記念を祝うモデルらしいんですよ。あ、そういうことなんですか。はい、カラーの方がブラックとグレーのカラーで構成されて、まあタンブルレザーが使われてたりとか、ちょっと面白いなと思ったのは、シュータンの部分の単体のナイキって書いてる部分が、ナイキって書いてる部分がちょっとグラフィックデザインが入ってるんですよ。確かにね。はい。うん、で、スウッシュの部分のこのグレーの部分ちょっと見てもらいたいんですけど、途中で色が変わってると言います。かすれてるんですよ。ああ、そうですね。はい。うん、で、サイドソールの部分は若干ちょっと黄ばんでるじゃないですけど、セールのカラーになってまして、まあ、ユーズ加工されてるようなサイドソールになってるんですけど、はあ、はい。まあ、ちょっと面白い一足だったんで、ご紹介させてもらったんですけど、うん、これに関してもいつ発売されるかっていうことは書いてなかったですね。はい、続いてなんですけど、エアジョーダン3のフィアーですね。あ、そうなんです。こちらの方はね、2013年に発売されたフィアパックってあるんですけど、うん、エアジョーダン3のフィアっていうモデルが今年復刻するということで出てきてました。はいはい、2023年にこのエアジョーダン3のフィアが発売されるんですけど、まあ今年っていうのは、エアジョーダン3が35周年記念ということで、うん、いろんなモデルが出るんじゃないかって言われてる中、この2013年に発売されたフィアパックのエアジョーダン3のこのフィアの方が、まあリリースされるということで、海外のスニーカー系で紹介されてました。なるほど。はい。はい、続いてなんですけど、はい、ティファニーとナイキアフォースワンローのコラボ、続報がね、はい、いろいろと、まあ僕らがお休みしてる間にいっぱい出てきてる、はい、はい、出てきてるんですよね。はい。まずね、日本のスニーカーズの方で、こういった特設ページが出てきてまして、はい、まあ、おそらくスニーカーズで売られるんじゃないかと思われるような、うん、まあ、ページなんですよね。そうなんですよね。はい、ティファニーとナイキアフォースワンローのコラボで、持ってらっしゃる方の動画が結構出てきてまして、まず見てもらいたいんですけど、はい、まあ、ブラックのカラーを基調にしてまして、かかとの部分であったりとか、ティファニーのシルバーが一部使われているデザインになっているんですよ。バックの部分っていうのは、これ、ヌバックになっているんですよね。そうなんですよね。ツーシュの部分のティファニーブルーに関しては、これ、タンブルレザーになってまして、はい、ちょっと面白いのが、これ、シューレースの部分についているデュブレが、よく見ると、タの素材になっているんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。はい。で、こちらの方が、まあ、こういった風に、ヤンキーキックスさんの方が、着画で、いろんな角度が撮ってる写真の投稿とかが出てきているんですけど、うん、でこれがね、一応ね、3月の7日に発売されるんじゃないかっていう情報なんですよね。はいはい、はい。で、海外の方では一応400ドルっていうふうに書いてまして、うん、日本のファッションサイトである WWD ジャパンの方が、これ紹介してた時に5万1000円っていうふうに書いてたので、うん、おそらくその金額で日本のスニーカーズの方で発売されるんじゃないかなと思うんですよね。なかなかなお値段ですね。そうなんですよ。はい、で、それプラス、新たに出てきる情報なんですけど、まあ、3月7日発売予定ということで、海外の方では紹介されてまして、付属品じゃないんですけど、これ自分で買わないといけないんですけど、はい、このエアホースワンロー以外に、例えば歯ブラシであったりとか、シルバー製の靴べらであったりとか、はい、あと、ホイッスルであったりとか、うん、シルバーのデューブレが発売されるみたいなんですよ、ね。そうなんですよね。はい。大体これ450ドルくらいで発売されるんじゃないかっていうふうに書いてまして、うん、海外のスニーカー系サイトが言うには、これティファニーの方でさっき先行で発売するんじゃないかっていうふうに言ってたんですよ、ね。ああ、そうなんですね。はい。で、これ一応ね、スウッシュのマイクが入ってまして、これナイキのコラボなんで、うん、これももしかしたらナイキの方で発売されるんじゃないかなと思ってるんですけど。はい、楽しみですね。はい、でね、そういった中、レブロン・ジェームスが、このね、エアホースワンローとティファニーのコラボ入れたんですけど、うん、着てたジャケットがね、これナイキとティファニーのコラボなんですよね。あ、ほんまですね。そうなんですよ。うん、はい、まあ。背中の部分にティファニーのデザインとか入ってると思うんですけど、うんうん、ただね、これね、今のところ発売がされないみたいなんですよね。なんか、あの、内ポケットに、そうそうそう、ジェームスって、ロゴ入ってる、ね。入ってるんで、まあ、これ、彼専用のね、おそらくジャケットになるんじゃないかっていうことで、うんうん、一般発売はないんじゃないかっていうふうに紹介されてましたね。でもかっこいいから出してほしいですよね。あ、そうっすよね。うん、はい、あ。ただ、このジャケットになってくると、値段が半端ないんじゃないかなってちょっと思ったりするんですよ。まあ、2、30万の世界ですかね。と思うんですけど、はい、でこれは3月7日じゃないかって言われているんで、うん、日本のスニーカーズの方で一応特設ページが来ているんで、まあ、これちょっと来たら考えようかなと思ってるんですけどね、はい、こんな特別な一足もないと思うんで、そうですね、はい、まあ、値段の方はちょっとネックなんですけど、これ箱もね、なんか綺麗ですよね。そうなんですよ ね、はい、ちゃんとティファニーのティファニーブルーのカラーになってるボックスになってるんですよ、ね。そうですね。はい、で、ね、これとは別に本日出てきた、サンプルになるんですけど、はい、このね、紹介させてもらったエアホースワンローとティファニーのコラボの
カラーと素材を反転しているようなサンプルのモデルが出てるんですよ。ああ、ありますね。はい。例えば、ブラックの、ヌバックのレザーの部分が、これティファニーブルーになってまして、よく見ると、これタンブルレザーになってるんですよ。そうですね。はい。もともと、発売される方のスウッシュのレザーの素材をそのまま使ってるんですよ。はいはい、はい。で、それ以外のブラックの部分は、発売されるバージョンのブラックの、ヌバックのレザーがそのまま使われてるんですよね。はい。まあ、カラーもちょっと反転してるじゃないですけど。うん、はい。で、面白いなと思ったのが、これ、ね、箱見てもらいたいんですけど、箱のカラーも反転してまして、確かに。はい。発売されるバージョンのティファニーのボックスっていうのは、外側がティファニーブルーで、内側がね、オレンジのカラーになってるんですけど、うん、今回サンプルで出てきている、このエアホストラローとティファニーのボックスに関しては、表側がオレンジのカラーになってまして、内側がティファニーブルーになってるんですよ。もう何から何まで反転させる感じですね。あ、そうなんですね。はい。これちょっと面白い一足なんですけど、うん、これに関してはサンプルなんで、おそらく発売されることはないと思うんですよね。なるほど。はい。まあ、こういったものが出てきてたんで、ご紹介させてもらったんですけど、まあ、ブラックのカラーの方はちょっと、ね、僕らブラックスタイルが多いので、これ今回この一足気になるんで、日本の発売情報が来たら、ちょっと今のうちからお金置いといてですね、3月7日じゃないかって言われてるんで、来月なんですけど、ちょっと考えたいなと思ってるんですけど、ね。そうですね。まあ、はい、それと合わせて、このヤンキーキックスさんのソックスのカラーも気になりますね、はい。合わせてきてますよね。合わせてきてますよね。そうなんですよ。はい、続いてなんですけど、エアージョーダン 1KO の、はい、ブリーチドアクアですね。あ、そうですね、はい。ティファニーのカラーっぽいということを以前紹介されてもらった、うん、AJKO になるんですけど、まあ、こういったのに海外のセレクトショップでもあり、リセールショップでのプライベートセレクションの方が製品ショットで紹介してたんで、ご紹介させてもらいたいんですよ。はい。はい。まあ、先ほど紹介されてもらったね、ティファニーカラーの名前で一応エアジョーダン系をティファニーっていうふうな通称の名前ついてたんですけど、はいはい、こちらの方が今年発売されるんじゃないかということで海外のスニーカー系サイトに紹介されたんですけど、 AJKO といえば今月ね、あのユニオンとエアジョーダン 1KO ローの発売が出てきてるんですけど、はい、まあ、そういった中ティファニーのカラーが一部使われてるこのエアジョーダン 1KO が紹介されたんで、こちらでもなんかご紹介したんですよ。可愛いカラーリングですけどね。そうなんですよね。はい。はい、で続いてなんですけども、ナイキターミネーターローのリベルテですね。そうなんですよ。はい、こちらの方が海外の、JD スポーツの方で出てきてる写真があったんで、海外のスニーカー系サイトが紹介してたんですけど、はい、はい。ターミネーターローといえば最近、ミシガンのカラーを落とし込んでるモデルを紹介されてもらったんですけど、はいはい、もうターミネーターローって分かんないようなデザインで出てきてるんですよ、ね。これ、なんか何かなって思いましたからね。そうなんですよ。はい、カラーの方がホワイトとセイルとグレーのカラーで構成されてる。まあ、いろんなね、スエードであったりとか、素材を変えて構成されているターミネーターローになるんですけど、まずね、この通称の名前でリベルテってついてるんですけど、リベルテっていうのはフランス語で自由って意味なんですよね。はい、はい。よくね、終端の部分見てもらいたいんですけど、チームの木のデザインと、そのアルファベットリベルテって書いてるんですよ。はいはい。で、終端の部分のこのデザインがちょっと面白いなと思ったのは、張り紙されているファブリックが使われている終端になってまして、はいはい、で、それ以外の部分で言うと、ピールのカラーであったりとか、ホワイトのカラーであったりとか、のカラーのスエードで構成されているターミネーターローになるんですけど、はいはい、で、かかとの部分のナイキって書いてるデカナイキのデザインも、これ、ほんとわかんなくしてるんですよ、ね。エンボス加工なんですかね、はい、これね。ただ、カラーを入れてないので、ナイキって書いてる部分で目立たないようにしてるんですよ、ね、うん。そうですね。ストックスライダーの部分見てもらうと、ワッフル状のデザインになってるんですよ。はいはい。このね、ターミネーターローを見たときに、ターミネーター臭と言いますか、ターミネーターの匂いを限りなく抑えてる感じにしてるよなって、しないですよね。いうふうにちょっと思ったんですよね。なんか普段履きで履きやすさを感じますけどもね。そうなんですよ。僕ね、このターミネーターローね、ちょっといいなと思ったんで、うん、考えようかなと思ってるんですけど。はい、まあ、ターミネーターといえば、僕、その85年のデッドストックを90年代に見てて、最近発売されたジョージタウンのね、カラー持ってるんで、かなり満足ではあるんですけど、はい、これはこれでまたちょっとね、ターミネーターローとはいえ、全然ちょっと既存のものとは違う感じになってるんで、面白いなと思ったんで、ちょっと気になるなっていう感じなんですけど。はい。で、続いてなんですけど、エアージョーダン1ハイオージーの、これウィメンズになるんですけども、はい、サテンブレッドですね。そうなんですよ、ね。はい。はい。ブレッドのカラーで、今後発売されるモデルっていうのは、エアージョーダン1ハイ85で出るって渡してもらってたんですけど、うんうん、これウィメンズの方で、今年ね、こういったサテンの素材が使われているモデルが発売されるらしいんですよ。はい、これに関しては2016年に発売されたエアジョーダン1ハイのサテンブレッドの、501足だけ発売されたモデルがあるんですけど、はい、そのデザインのままウィメンズで今年のホリデーシーズンに発売されるんじゃないかということで紹介されてますよね。なるほど。はい、一応ウィメンズなんで、メンズの方でついているのは、2025年から2027年の間にエアジョーダン1ハイ85でブレッドが出るんじゃないかという情報があるんで、うん、これあれですよね、ウィメンズなんですよね。いいカラーリングだから、ぜひね、僕のサイズ出して
以前ね、はい、2019年ぐらいもなんかサテンブラックでしたっけ、はい、ありましたよね。あの2019年ぐらいにもですね、なんかあのサテン系のウィメンズのね、エアジョーダン1ハイ出とったと思うんですけども、そうなんですよね。でもね、結局サイズがなくてね、僕諦めたんですけどもね、はい、はい、こちらの方が一応ホリデーシーズンに発売されるんじゃないかということで、出てきてたんですけど、うん、同じくちょっとね、サテンシリーズとして、また新たなモデルが出てきているんで、ご紹介させてもらいたいんですけど、はい、ナイキダンクローのレバダのカラーでサテンが出てきてるんですよ、ね。はいはい。はい、これ持ってらっしゃる方の、まあ、製品ショットになるんですけど、ナイキダンクローレバダに関しては僕持ってるんですけど、うん、はい。あの、ナイキダンクハイのレバダが出る前にこうサテンの素材使ったダンクローが出るみたいなんですよ、ね。ああ、そうなんですね、はい。僕としてはナイキダンクハイのレバダが出てほしいなと思ってるんですけど、はい。なんかこのテカリ感がちょっとダンクにするとちょっと違和感もありますよね。このテカリ感がね。はい、おそらくなんですけど、85年の大学カラーを使ってこの素材で他のものが出るんじゃないかなって、ね、このパターンで思うんですけど。なるほどね。はい。はい、続いてなんですけども、あのトラビスコットとエアジョーダン1ローのウィメンのオリーブなんですけども、はい、まあこれがね、もともと2月の25日発売予定という情報だったんですけども、はい、ここに来て延期の情報が出てきちゃったという話なんですかね。はい。これ僕らがちょっと休んでる間に出てきた情報なんですけど、はい、3月25日発売予定で、エアジョーダン1とトラビス・スコットのコラボが、この一足が最後じゃないかって言われてる一足なんですよね。はいはいはい。3月25日っていう話をずっとやらせてもらってたんですけど、うん、4月の26日の発売予定に切り替わってましたね。1ヶ月伸びたと。そうなんですよ。はい。で、これ以上させてもらってるんですけど、このオリーブに関してはウィメンズなんですよね。あ、そうですね。そうなんですよ、ね。うん、はい。まあ来月発売予定だったんですけど、今のところ4月の26日に延期という情報ができまして、うん、でこれに関してなんですけど、以前にもね、少しだけ海外のリーグアカウントサイトが言ってたことを言わせてもらったんですけど、うん、今回このスニーカーがウィメンズということで、出るアパレルもウィメンズで何か出るんじゃないかっていう情報があったんですよ。はいはいはい。ただそのウィメンズで T シャツであったりとか出るっていう話があるんですけど、このスニーカー同様ですね、拡張サイズで発売されるんじゃないかっていう情報が以前リークであったんですけど、うん、そういった中、その4月の26日で延期になったこのエアジョーダン1ローの OG のトラビス・スコットのコラボのオリーブの、うん、一緒に発売されるんじゃないかと思われるようなアイテムが出てきてるんですよね。これは一体何ですか？ネックレスなのか手首に巻くものか分かんないんですけど、ちょっとまだサイズ感がね、はっきりとしてないんでね、はい、よく見るとカクタスジャックとチャンボワローが入ってるんですよ、ね。カクタスジャック入ってますね、確かに、はい。うん、で、おそらくそのオリーブっていうのはウィメンズの展開になるので、うん、ウィメンズのアイテムがいくつか出るんじゃないかっていう情報があったんで、はい、これそれになるんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、なるほどね、はい。これ海外のリーグアカウントサイトがストーリーズの方に一瞬上げてたあの写真になるんですけど、うんうんうん、はい。まあ、4月の26日っていうふうな情報が出てきているんですけど、まあ、これに関してはまた続報が分かりしたいですね。またこちらでご紹介させてもらいたいなと思ってるんですけど。まあ、4月はまた朝からね、トラビス・スコットのサイトをね、監視することになりそうですけどもね。はい。はい。なんかこのアイテムもひょっとしたら、トラビス・スコットのね、サイトで販売だけ。そんな気がしますよね。そんな感じもありそうですけどね。はい。はい。で、続いてなんですけど、カイノヨシさん、海外からなんかまだ日本未発売の商品といいますか、スニーカー買ったんですか？そうなんですよね。はい、1月27日か1月28日ぐらいだったんですけど、はい、ちょうど一番調子悪い時だったんですよね。あ、からの、はい。で、まあ一応ね、まあインスタグラムとか一応まあ見るじゃないですか。はい、見てた時に、海外のお店でデンマークにあるスニーカーブティックである、うん、ネイキッドってありますよね。はいはいはい。ネイキッドのインスタグラム見てますと、僕が前から欲しいなって思ってた、ある一足がですね、まあ、今発売されましたという情報が出たんですよ。あ、そうなんですね。はい。で、ネイキッドのページすぐ立ち上げると、うん、僕のサイズ登ってたんですよね。ああ。で、何を買ったかと言いますと、実はね、これ買ったんですよ。ナイキエアシップ SP のユニバーシティゴールドありますよね。はい。以前から僕これ気になってるってさせてもらってましたよね。はい。日本での発売の情報ってまだないんですけど、ネイキッドであったりとか、海外のスニーカーブティックの方では、1月27日に結構発売されたんですよ。うんうん、はい、ただ、転送を使った送ってくれるお店が多かった中、うん、このネイキッドに関しては日本に送ってくれそうだったんで、すぐさま買ったんですよね。なるほど。はい。金額の方が、送料とこのスニーカー自体の値段を合わせると日本円でだいたい2万2000円で、はい、で、昨日も DHL の方で、関税払ってるんですけど、うん、関税の方が2500円だったんで、はいはい、トータルで2万4500円ぐらいかかったんですよ。はいはいはい、でね、これちょっとこの写真見てもらいたいんですけど、うん、実はね、もう今日届いてるんですよ。
あ、そうなんですね。こっちに持ってきてないんですけど、もう自宅に届いてまして、まあ、これ開けてる写真になるんですけど、うん、一緒に開封の業したいなと思ってるんで、また持ってきてですね、こちらやりたいなと思ってるんです。エアーシップ自体は、あれですね、はい、チームオレンジ持ってるんですか？あ、そうなんですよね。そうですよね。はい、チームオレンジに関しては、ユニオンさんの方で買えなかったので、日本のアフターマーケットの方で買って、うん、確か、開封の議論もしてたと思うんですけど、はあ、でその時に次発売されるのが、このユニバーシティゴールドが出るというのがさせてもらってたんですけど、はあ、1月27日に発売されてデンマークのエイキットの方で発売されてたんで、もう買ったっていう話なんですけど、はいはいはい、で体調が良くなったタイミングでちょうど届いたって話なんですよ。なるほど。そうなんですよ。また開封の議論をね、はい、こちらでやりたいなと思いますね。はい、またいろいろ買ってるんで、うん、このエアシップのユニバーシティゴールド以外にも、まあ、買って届いてるものがあるんで、まあ、それはスニーカーじゃないんですけど、うん、まだ一緒にね、ご紹介できたらなと思ってるんですけど。ちなみにエアシップなんですけど、コラボの話は？あ、そうなんですよね。これ、うん、今日出てきた情報なんですけど、はい、ちょっとね、これ見てもらいたいんですけど、以前、エアジョーダン2とアママニエールが発売される前に、うん、アママニエールのオーナーがインタビューに答えてる写真を紹介されてもらったんですけど、ね。ありましたね、うん。はい。で、その時に、ナイキエアシップの、パンダのカラーを、このアママニエールのオーナーが履いてたんですよ、ね。ありましたね。はい。で、これアママニエールとのコラボで今後発売されるんじゃないかっていう情報があったんですよ。うん、で、その後発売されたアママニエールとエアシップのコラボっていうのは、ブルーのカラーが発売されて、うん、このオーナーが履いてたパンダのカラーっていうのは発売されなかったんですよ。ですよね、はい、今日付けで海外のスニーカー系サイトがこれ年内に発売されるっていうのを紹介しました。このカラーいいですよね。そうなんですよ、うん、はい、ただ前回のアママニエルとエアシップのコラボってめちゃくちゃ数が少なかったんですよね。あ、そうでしたね、はい、ナンバリング入りやったんで、うん、でアフターマーケットの方でもすごい値段がついてるんで、うん、今回のこのパンダのカラーがどういったリミテッド的な発売になるのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、はい、このオーナーが履いてる、ブラック&ホワイトのカラーの方がエアシップで発売があるということなんで、うん、この楽しみですよね。でもまあパンダということでね、はい、もうたくさん出してくれたらいいんですよね。そうなんですよ、ね、ダンクのパンダなんて出しすぎながら出してますからね。はい、まだこれもちょっとね、そのナンバリングが入ってて限定数だったとしたら、まあ買うのはちょっと難しいかなと思ったりするんですけど、いい加減アママニエル買わせてほしいんですけどもね。そうなんですよね。はい、僕はこのエアシップに関しては、うん、シーモレンジに続いてユニバーシティゴールドのを買ったんですけど、うん、実はこれ気に入ってるんですよ、これ。あ、そうなんですよ。はい、なんでカラー違いで今後ね、パイングリーンのカラーであったりとか、うん、今のところ木画像でできたと思うんですけど、ニュートラルグレーのカラーとかも発売の情報があるみたいなんで、うん、もしかしたら集めていくかもしれないですね、今後。サイズ的にはどうやったんですか？ね、27.5 で買ってまして、うん、普段のジョーダンのサイズで大丈夫でしたっけ？あ、いけたんですね。はい、エアマックスとかは僕27センチで履いてるんですけど、はい、まあ、ジョーダンシリーズに関しては 0.5 上げてまして、うん、このエアシップに関しても、普段の 0.5 上げで全然大丈夫でした、ね。めっちゃ狭いんですけどね、履き口とかね。なるほど。はい、集団は結構長いんで、はいはい、また持ってきますんで。そうですね。はい。はい、まあ、今後もね、買ってきたものっていうのは、ちょっとこちらでね、はい、いろいろ紹介していきたいなと思っておりますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは本日は以上となります。ヒエルスでした。カイノルスでした。さよなら。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing visions I had